FXR180SP ランナーはジレラが生産しているスクータータイプのオートバイの名称である。排気量は50、125、180、200の4車種である。車体デザインはマラベーゼデザインが担当している。1997年にヨーロッパで 50cc が発売されたが、当時の法律で最高速度が 28mph に制限されていた。 1998年に 50cc モデルを一新し、後輪ディスクブレーキを採用した5 0 d d が発売された。カラースキームを変更した 50SP も発売された。2003年には低排出ガスを備えたプレジェット50も発売された。50cc で、現在ニストロークは 50SP とシモンセリ 50SP のみである。 1998年には 50cc と同じ形をした 125FX が発売された。1999年には SP モデルとしても発売された。FX と SP の大きな違いとして FX はスパークプラグと後輪ディスクドラムブレーキの近くに9リットルガソリンタンクとバッテリーを収納できることである。SP は12リットルガソリンタンクとバッテリーを 後輪ディスクブレーキの下に収納できる。1999年に FXR180 は 200cc4 ストロークの新型を含むランナー全車種の中で最速の85マイルパーアワーを記録している。高いパフォーマンスと優れた運転性能が評価されたが燃料消費量が悪い。ありがとうございます。